本年度常務理事の山野進です。同じく常務理事の吉田豊です。今年は京都会議への出向者の激励、そしてサマコンという晴れの舞台が新型コロナウイルスの影響によりロムを上げて応援するという形が取れませんでした。しかし3年後に全国大会を誘致するにあたり、本年出向されているメンバーの思いを聞いてもらうことで来年以降の出向に向けて意欲を高めてもらいたくて動画を作成させていただきました。ぜひご参考にされてください。新たな JC 宣言文のセミナーを通じて全国の上理念浸透の活動を行いました。各地の拡大活動を牽引できる人材を育成するために会員拡大セミナーを開催し、またコロナ禍の中でも開催可能な JC プログラムウェブセミナーを開催いたしました。最後に皆様が各地域に戻られた際、より良い社会を創造し、自信と希望に満ちた変化を起こす人材と成長できることをお約束します。魅力か。魅力は、まあ、多分みんなと一緒になると思うけれども、まあ、いろんな全国各地の、青年会議所のみんなと出会えるし、やっぱりロムでいろんなことを経験している人間、まあ、理事長であったり 歴代理事長であったりっていうところ、まあ、いろんな役職を受けている人の経験談であったりとか、まあ、確かにその僕たちが知らない部分っていうところを知れるのはすごくいいなっていうのはめちゃくちゃ魅力があるなと思って、まあ、そういう経験をもとにロムに持ち帰ってまたそれを広めれるっていうところも魅力の一つなのかなと思ってます。まあ、しんどいところって言ったらやっぱり僕今議長やってますけど、まあ、正直全部しんどい、やっぱ上程もしなきゃいけないし議案の管理しなきゃいけないしっていうところもあって、今私は組織グループの筆頭議長をやってるんですけど、筆頭議長ってなんか、まあ、常任から全てが降りてくるっていう、でそれをまあ他の会議とか委員会にちょっと言わなきゃいけないところもあって、ちょっと普通の委員長とか議長に比べると庶務が多いかなっていうふうに思ってて、まあ、会務常任がもし倒れた場合に関しては会務常任からあとは任せたよって言われてるので、まあ、そういうところもなんかフォローしていかなきゃいけないっていうところは正直しんどいかなと思います。まあ、でも役職によって、まあ、しんどいところ、しんどくないところっていうのはあると思うので、まあ、それは自分で見極めて今後出向される方はしていったらいいと思います。どの役職で出向するかっていうのが一番関係してくるかなと思うんですけど、出向するタイミングは自分が行きたいタイミングで、全然友達作りをしたいというタイミングで行っていいと思いますけど、まあ、何か役職を受けるとか、まあ、委員長を受ける、議長を受けるとかいうところになると、やっぱりある程度経験していないと、まあ、議案の精度を上げれないし、議案書けないし、読めないしみたいなところもあると思うので、まあ、議長、委員長とかを務める場合に関しては、まあ、できれば、まあ、福岡の理事選出て委員長やって、その後に、議長委員長として出向するというのが一番いいかなと思います。まあ、いいメンバーとしては、いつでも出向していいと私は思っていますね。はい、大枠で言うと庶務っていうのは結構多く渡されているものがあるので、まあ、一つ一つ細かくはちょっと言えないんですけども、一応まあ昨年から2020年度から、組織改革というところを進められていて、私どもは組織戦略会議というところで、組織を変えていこうと、まあ、時代に即した能動的組織に変えていこうというところの署名をいただいています。で、組織グループとしては未来ビジョンと自己生成による、能動的組織の進化というところを基本方針に掲げてますので、まあ、それに沿って、組織戦略会議を、筆頭に、組織グループが一緒に署名をやっていくというところ、で、委員会の人数に関、まあ、会議委員会の人数に関しては最初は多分50名だったと思うんですけど、まあ、膨らんで70名というところで、出向者はスタッフ、みんな合わせて今70名で運営している状況でございます。以上です。じゃあ来年、出向されると思う方たちへのメッセージとして、皆さん、
まあ、せっかく JC に入っているので、まあ、役職受けるか受けないかは別にしても、まあ、いろんな人との関わり合いができる、日本青年会議所また、地区協議会、ブロック協議会に出向することは私はお勧めしてますし、まあ、その中で自分が何を学ぶかっていうところは人それぞれ、違うと思いますけれども、何かしらあの、まあ、JC ごとで学べることもあれば、まあ、会社に持ち帰ることも学べることもあると思いますので、まあ、今後の、まあ、青年会議所活動そして人生のために、出向するのはすごくいいことだと思いますので、まあ、できるだけ多くの皆様に、出向していただきたいと思います。はい、友達がいっぱいできたことです。しんどかった大変なことはやっぱ時間が取られることです。私はやっぱあの高校だけだったんですけど、それ以外県外だったりいろんなところに各地に、友達が増えて大変嬉しいです。はい、やっぱり、出向するのであれば JC 生活3年目ぐらいがおすすめです。経験っていうのは特にないんですけど、やっぱ楽しく出向していただいた方がをおすすめします。3年目の理由とかって何かありますか？やっぱり1年目はまあ JC を知る勉強だと思って、で2年目はまあいろんな間に1年目と違う委員会配属して、あと3年目ぐらいで多分 JC になれると思う。歴が長い方だったら多分3年目ぐらいちょうどなれるんで、まあ、ロムのことも知って日本のことも知れるんで、ちょうど3年目ぐらいがおすすめだと思います。例えばロムであ日本 JC で経験することがロムで生かすことっていうのは逆に可能なんですか？可能ですね。そのやっぱり、日本 JC の委員長からいろんなことを教わるんで、それをロムに持ち帰れるんで、いや全然本当にロムで経験してなくても日本の方に出て、経験して持ち帰れるもの、ロムに持ち帰れるものがあるので全然大丈夫と。このユニバーサル人材育成委員会に出向しております。そこでは、国連大使館っていうもので、なぜ日本人の、学生がなぜ英語を喋れないのか、まず調査研究をして、次に外国人の、子どもたちがなぜこの日本語が喋れないか、まず調査研究をして、そこを、いろいろ、ブラッシュアップして、今まさに学生たちの合宿を行っております。でそこで本年度私は運営幹事という担いをいただいて、私の担いといたしましては、まあ、主に全体委員会の運営設営などを行っております。で、ロムと違う点はですね、ロムは一つの委員会で何か一つの事業をやったりするんですけど、日本の方では、まあ、各小委員会が分かれております。そこに、まあ、VC といって副委員長がおられて、その各小委員会で事業を行っていきます。そこが豪華 JC と日本 JC の違うところではないかなと思いました。日本の方は、月初の方にまず幹事会議があります。幹事会議というのは、まあ、総括会計幹事運営幹事あと各小幹事で、一度会議があります。その1週間後に次はスタッフ会議ってものがあって、委員長総括、VC 会計広報とあと広報にない方所管事で、次の委員会をどうしてやっていこうというお話とか、議案のお話などやっております。いろんなこう人からこう紹介してもらって、そこでつないでもらって、なんかたまたま仲良くなってこう距離が一気に縮まって、私の場合はそうやって友達を増やしてきました。出向の魅力は、日本の委員会は全国のロムから人が集まるのでたくさんの出会いがあります。しんどいと思ったことは特にありません。すべての経験が学びでありとても楽しいです。出向のタイミングですが、私は入会した年から出向させていただいたので、ちょうどいいタイミングがわからないんですけど、チャンスがあるならその歴とか関係なくチャレンジしてほしいと思います。今年私は JC プログラム革新委員会に出向させていただいてます。セミナー管理と設営をしたり、あとトレーナーの育成を行っている委員会です。
トレーナーに興味がある方はぜひお声掛けください。毎週木曜日に委員会でセミナー開催をしているので皆様ぜひご参加ください。お待ちしてます。出向先のメンバーと仲良くなる方法ですが、今年はコロナなのでリアルで委員会に参加をしていないのであまり交流ができていませんが、基本仲良くなるには委員会に参加をすることです。参加をしないと人と関わることができないので委員会には積極的に参加をしていってほしいです。一番の魅力は出会いです。まずは温かく送り出してくれる委員会のみんな、そしてユーラシア競争委員会に出向してくれたメンバーとの結束が出向を通してより深くなりました。そして日本各地に同志ができたことは今後の財産だと思います。また各地の美味しいものを食べれるのは密かな楽しみでもあります。出向のしんどい部分っていうのはいろいろ多分あると思います。実際ですね、これは出向してみて経験体験をしていってください。ただですね、ロムメンバーとか日本出向先でもいろんな支えだったり助けてくれる人っていうのは必ずいますので、しんどい点に関してはその人それぞれかなと思います。出向のタイミングですね、思ったら吉日、少しでもですね出向に興味があればぜひ来年チャレンジしてみてください。思った以上に時間とお金がかかるのは事実です。ただ頑張ろうと思う気持ちがあればロムでも出向先でも応援してくれる人、支えてくれる人はいると思います。ただせっかく挑戦するならですね、参加者ではなく自分から行動する参画者になった方が出向で得ることは多いかもしれません。またロムで経験しておいた方がいいことに関しては、まずはですね、福岡青年会議所の事業だったりその委員会とか理事会っていうのにしっかり行って、でまず福岡の魅力っていうのをしっかり把握した上で出向することによって日本での活動っていうのが生きてくるかなと思います。はい、本年度は公益社団法人日本青年会議所国際グループユーラシア競争委員会の VC 副委員長として出向させていただいております。全体では50名近い全体会議体になります。今年の総務に関しては日本とロシア、ユーラシア各国の架け橋となる人材育成を行う事業を担当しております。ロシアミッション交流事業という目玉事業をですね、うちの委員会で担当しておりますので、ぜひホームページを見てください。日本の会議の進め方に関しては基本的に福岡と変わらないと思います。ただ一つの委員会に50名近いメンバーが所属しているので、各 VC が15名ほどの小委員会を受け持ち、小委員会ごとに事業の構築だったり委員会を行っていきます。そうすることで全体会議っていうのが円滑に回るような工夫をしております。また事業の構築の取り組みに関してはやはり、ロムに比べてスケールが大きい点だと思います。今年に関しては北海道ブロック協議会だったり外務省、普段ではなかなか接点の持てない、機関とですね連携を行い事業構築できるところっていうのはすごくメリットかなと思います。率直に言えばですね、ロムとは同じで委員会や事業を通して仲良くなれるチャンスっていうのは増えていくと思うんですけども、同じ釜の飯を食べるではないけど顔を合わせる頻度が多ければ仲良くなるチャンスは増えると思いますし、生涯の友人はできると信じてます。ただこのコロナ禍ではそれが難しい部分っていうのもあるので、自分にできることっていうのをですね見つけて一つ一つですね精一杯やっていくことが出向先でも友人が増えたりとか出会いっていうのが増えるきっかけになるんじゃないかなと思います。魅力は、日本の動きとしては、月1回の理事会が東京であって、月土日にご当地でグループ会議で、月1回ご当地で、委員会があるという流れで、それぞれ土日にありまして、土曜日に会議と懇親会で、日曜日に、エクスカーションといって、観光、ご当地のロムが設定してくれた観光があるんですけど、ご当地の特別なところに行けたりするのが魅力ですかね。はい、でしんどい部分は、ご当地であるので福岡から行くときになかなか交通アクセスが悪いと、ちょっとしんどい時があります。以上です。
いけるならまっすぐにした方がいいと思います。まあ方言も考え方もロムによってやり方などバラバラなので、まあ、結構聞いてて楽しいし、3年度制で終わるんですけど、まあ、また来年再来年と別の委員会に行っても、まあ会って酒を飲んだりっていうのがあるんで、で、まあ、ロムで経験していた方がいいのは、まあ、九州はお酒が強いって言われるので結構飲まされるので、まあ、肝臓は鍛えておいた方がいいと思います。今年度は、組織グループの組織戦略会議の委員会でメンバーは70名で、僕は総括幹事というポジションで動いてまして、まあ、ロムで言うと、石坂議長がトップにいて、その下に、まあ、4つ委員会があるので、まあ、小さなロムの専務のようなポジションになっております。で、委員会は70人なんですけど、組織グループというのは、福岡でいうと第3エリア会議みたいなのが毎月あり、まあ、その中でも筆頭会議体と言われるのが、まあ、うちの、委員会で、で、まあ、何かと筆頭って何かっていうと、上から降りてきた指示がもう毎回毎回筆頭会議体に、まあ、そのエクセルの組織を合わせるだったり、筆頭会議体に聞けみたいなのあったり、もう常になんか筆頭と言われる、まあ、会議体であります。グループ会議がロムでいう、質会議みたいな感じなので、それが毎月1回あるので、まあ、そこでその質会議、まあ、ロムでいう質会議で他の委員会の意見を出し合ったり協議をしたりっていうのが、まあ、ちょっとこうロムとは違ったような感じですね。やっぱり酒が早いですかね、強い弱い関係なく、つまり強い弱い関係なく、まあ、まずは乾杯で、あとは全国ニュース等で、その地域の話題が流れたりしていると、まあ、LINE などを送って、まあ、話題作りをしております。グループ LINE ができて、そこにこうなんかスタンプであったり、あのコメントであったり、何かこうアクションを起こすと、まあ、仲良くなっていくと僕は思ってます。以上です。来年出向したい皆さん、そして出向を悩んでいる皆さん、出向をして後悔をすることは絶対にありません。素敵な出会いや多くの学びがあるので、出向を悩んでいる方は一歩踏み出してチャレンジをしてください。来年出向する方は楽しみながら頑張ってください。皆さん、来年ぜひ出向にチャレンジしてみてください。たくさんの出会いと経験がそこには待ってるはずです。福岡ブロックなのか九州なのか日本なのかわからないんですけど、まあ、日本に出向ってなると、まあ、必ず九州のやつはお酒が強いって言ってガンガン飲ませられるので、まあ、まあ飲み過ぎに注意っていうのと、まあ、やっぱこうアクセスが悪いからって言っても、まあ、行ってみると必ず楽しいことがあるので、まあ、そこはスケジュール、まあ、特に日本のスケジュールっていうのはもう、必ずもう年間スケジュールがその年の初めて出るんで、スケジュール管理をして、まあ、僕は行った方が楽しいとは思います。頑張ってください。以上です。
JC の魅力は、心の友ができるところです。やっぱり苦労をする分、人との、絆が深まって心の友も長年もう10年以上の心の友ができると思います。で、辛いことですが忙しすぎて寝れない、これは全部の委員会がそうではなくて、私は特別結構忙しい委員会に所属していたので、その際には何日間か寝れなかったということがありました。でも今はいい思い出ですごく自分のためになったなと思っています。出向のタイミングはもう入会してから機会があればいいんであれば、いつでも、どこでも行っていいんじゃないかなと思います。残りの歴が少ない人はやっぱりもう1年目からブロックアカデミーの方に出向して経験を積んで、2年目から、いろんなところに出向をしていけ、行っていただけたらなと思います。年数が少ないのでもう役職とかよりも JC を楽しむことをお勧めします。そして、残りの歴が多い人に関しては、まあ、1年目からブロワカ行ってもいいし、まあ、他のところに出向してもいいですけど、忘れないでほしいなって思うのはロムと出向、この年はやっぱりメリハリをつけて、今年はロムできちんと頑張る年だ、今年は出向で頑張る年だというふうに決めてですね、中途半端に活動するのではなくてしっかりと活動する時間を取ってほしいなと思います。でロムで学んでからですね、やっぱり出向していただかないと、皆さん日本とかは出向した人たちは自分の各ロムのことっていうのをよく知って出向されている方が多いので、自分が福岡に何が魅力があるかっていうのを自分で自覚した上で、そしてその良さをですね日本の方に伝えていただけたらなと思います。会議の進め方とかはですね、日本に関しては福岡青年会議所はやっぱり日本にそぐって中身を進めていることもあって、日本との大きな差っていうのはない、特にはないかなと思います。ただ単にちょっと大きくなって規模が大きくなるっていうだけだなと感じています。出向して仲良くなる方法はもう出向したらその委員会に毎回出る、で何かを振られたらちゃんと責任を持ってやり遂げる、ただそれだけだと思います。それなんか日本はエクスカーションとかなんかそういうのがあるって聞いたんだけど、そうですね、もうなんか教えてもらえる。日本は委員会が開催されると、委員会その開催日は委員会があって、でその次の日がエクスカーションといって、みんなで遊ぶ時間というか交流を持つ時間があるので、そこでご当地に出向いて、そのご当地でご当地の魅力を、いろいろと吸収しながら、あこういうところが福岡と違うんだなって思いながら、いろいろと周りとそういうお話もしながら絆を深めていけるかなと、そこがちょっと違うかなと思います。後輩で出向したいなって思っている人は迷わずに出向してほしいと思います。出向してからその後を考えろ、でも出向したからにはちゃんと責任を持って、後ろには福岡という名前を背負っているので、それに恥じないような活動をして、たくさんのことを吸収して学んでいったらいいかなって、そういうふうに思っています。